緊急で動画回してます。いやちょっと本当にこれはね、動画にするかどうかを相当話し合ったよね。いやまあ俺はもう一択だったけどね。いや本当にちょっと今怖くて、かなりこれあのおみき神社からいただいたお酒なんですけど、お握り締めてる状態なんですけど2回行く、ちょっとここ怖くない？怖い、うん、本当泣くほど怖いんですよ今。なんか本当に寒気というかずっと止まらなくて、今日私多分テンションこんな感じなんですけど、本当これを動画にしようか悩んだんですけど、誰かに聞いてほしいっていう気持ちと、いろんな知識も身につけたいなと思って今日は動画にするってね。はい、2ヶ月ぐらい前にひーちゃんがですね、夜中2時3時ぐらいに目を覚まして、虫さんがいるって言って泣き叫んだのね。すごい怯えて怖がって、うん、寝ぼけてんのかなみたいな、そういうの夢を見てて、それで現実となんかごっちゃになっちゃってて、寝ぼけて怯えてんのかなと思ってたんですよ。まあその時はまあまあまあ落ち着いてっつってこう抱きしめて寝かしつけたんですけど、そこから1、2ヶ月経って最近2週間ぐらい前ですかね、またひーちゃんが夜中に目を覚まして虫さんがいるって言って泣き叫ぶようになったんですね。毎日、毎晩ね、毎晩2週間ずっとで、最初は夢見て寝ぼけてんのかなと思ったんだけど、さすがに毎日だからひーちゃんにどこに虫さんがいるのとか、どういう虫さんなのとかいろいろヒアリングしたんですね。でそうするとどうやら天井にいるんだよね。大きさはパパぐらいっていうわけ、うん、人間ぐらいって言うんですよ。で色は黄色とか黒とか日によって違うよね。そうで、まあ、顔はあるとか言ってるんですよね。で僕たちは何も見えない、うん、その天井にいるって言うんだけど、どこどこつってこの辺この辺って言うと、そこそこもう触ってるとか言うんだけど、マジ何にもいないの本当に。でそもそも俺と同じぐらいの大きさだったら見えるじゃん。そうだから多分幽霊なんじゃないかなと。でなんで幽霊かなって思ったのかというと、あさみちゃんの家系がですね、実はちょっとその霊感があるんですよね。うん、私の母方の家系なんですけど、女性だけあるんですよ霊感が。私が知ってる中で一番強いのは多分おばあちゃん、ひーちゃんのひーおばあちゃんね。で次ひどいのが私のお母さん、他界しちゃってるんですけどお母さんで、私のお姉ちゃん2人いるんですけど、お姉ちゃん2人ともあるんですよ。で私だけ唯一ないまあただ悲しばりはちょこちょこあってたんだけど、ちょっと本当に話すの怖いレベル、詳しくは話さないんですけど、おばあちゃんとお母さんはガチなんかちょっと見えたとか、見えるだけじゃない、ちょっともう被害とかも及びやすいというか、いわゆる本当にあった怖い話みたいなやつのガチなやつをすごいリアルに経験してきてる感じなんですね。だから正直私は自分は見えないんだけど、小さい頃から身近でそういう話をたくさん聞いてたから、私には見えないけどそういう世界があるんだなっていうのは理解していた。あと実際に物理的な現象とかも見てるんだよね。うん、見てる。霊感のある人と一緒にいるとちょっと映ってくるんですよ見えたり、まあ自分も目の当たりにしたり、まあ実際になんか隣でキャーとか叫んでたら恐怖というか、こっちは見えないけど恐怖恐怖みたいな感じだからそういうものに対して完全に信じてないというわけではなくて、だからひーちゃんが最初に虫さんいるって言って、あそこあそこって言った時に、こんな真っ暗な部屋の中でまず飛んでる虫とかが見えるわけがないし、光ってる電気のこと言ってるのかなって思っても絶対に違うところ指してるから、その時にピーンと来たというか、私はもうあお姉ちゃんも昔こんなこと言ってたなみたいな、あなんか思い出しちゃったみたいな感じでいたんですよ。まあ、ではそれが毎晩毎晩になってガチになってきたというか。でちなみに僕はマジで全くなくて、僕の家族も本当に多分ないの。なんか実家が墓地の目の前なんですけど、夜中とかに家に帰ってきて墓地を通るとか全然あるんだけど、今まで一回もそういうことあったこともないし感じたこともないわけ。信じてない側だよね。信じてないというか、信じる信じないも何にもそういうことに遭遇したことがない。そっかそっかっていう感じで、であざみちゃんと結婚して、あざみちゃんが最初新婚の頃とかに金縛りに遭ってて、でこう触ると解除される。そうでも声出せないからで俺はなんかだんだん察して悲しみに合ってんのかなと思ってこう解除してあげてたんだけど、夜寝てる時とかに、うん、であさみちゃん霊感ないって言うけど、まず悲しみなんて会ったことないし、そもそも人生で悲しみに合う時点で少なからずあるんだと思うのよ。そうだね。なんかよくあんまり信じてない方は、金縛りって頭が起きてて体が疲れてる状態なんだよとかよく言ってくるんですけど、めちゃくちゃ頻繁に、あと決まったこの時間帯とか、それだけではなんか説明がつかないようなことが結構、あ、すごいよく人よりあるっていうのは、まあ、私もちょっと遺伝が入ってるのかもしれない。多分一族の中で一番弱いんだと。弱い。見えないしね。うん、見えないし。聞こえないしみたいな。そう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 。金縛りにたまに合う程度だった。
ったんだけど、今思うとひーちゃんは多分赤ちゃんの頃から見えてたっぽい節があるのよ。あ、確かに誰もいないとこにこう手振ったりとか、誰もいないのに誰かが動いてるから、ね、目で追ったりするの、ひーちゃん。こうね、前のアパートの時だから、なんか今思えばもう見えてたのかなって思う。そうだね。だから多分ひーちゃんはあざみちゃんより霊感が強いんじゃないかなと思ってて、でもうちら見えないし、うん、何も聞こえないし、ひーちゃんが怯えるだけで、しかもひーちゃんも2週間毎日見てたらだんだん慣れてきちゃって、あーそう、もうなんか、あ、今日もいるみたいな感じで慣れちゃってたから、実害がないからねかなとか思ってたんですけど、そんで私の家計が少しお世話になってる霊媒師さんの方に軽く相談をして、娘が毎晩こういう状態で怖いんですけどって言ったら、小学校入る前の子供たちぐらいは結構見えちゃうことって多いらしくって、だいたい実害はなく、人がいるのと同じようにいい霊も悪い霊も見えるみたいな感じがよくあるらしいんですよ。まあ一応そこまで気にすることはない。小学生に入ったぐらいだいたいの子はその能力消えちゃうし、変に変なこと言わないでとか、見えてない見えてない、いないわよそんなものとか言わないで、優しく肯定してあげるだけの方がいいっていう風にアドバイスをもらってたから、最近私と翔也さんはそれを意識して努めてたんですよ、うん、なんですけど先日の夜にですね、事件が起こりましてちょっと怖いから軽く喋ります。まずいつも4人で1階の寝室に寝てるんですよ。かーくん、私、ひーちゃん、翔平さんの順番で寝てて、でその日も私ぐっすり寝てて夢見てたの。大阪万博に行く夢見てたんですよめちゃくちゃ楽しい夢見てたの。そしたらなんかいきなり夢からパッて覚めて、あ、いきなり起きちゃったみたいな感じになって、多分その時にひーちゃんが牛さんがいるって言って泣いてたんですよ。パパッチの方にしがみついてたんだよね。そう、夜中の2時ぐらいですね。あ、またひーちゃんも見えちゃってるのかなみたいな感じでちょっとふわーっとしてたら、いきなりね、あの階段からタタ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 タって本当に男の人が降りてくる音が聞こえて、でそれが私たちの寝室を通って奥のトイレの方に行ったんですよ。で私はもうやばい泥棒だって思って、はっきり聞こえたから、幽霊とかじゃなくて、あ、そうそうそうガチで人だと思ったんでしょ。そうそうそう、泥棒が入ったって思って、めちゃくちゃパニックで、2箇所ドアがあるんですけど部屋に、開いてたからやばいみたいな、その泥棒からしたら多分今私たちのキッピー狙おうとしてるんだけど、私たちが起きてるっていうのを知ったらされてしまうんじゃないかって思って、まあ、まず必死に寝たふりで、カー君は隣でグーグーすやすや寝息立ててるし、私が最初心配したのはひーちゃんがさっき寝ぼけて起きちゃってたから、その声が犯人に聞こえてたらやばいって思って、え、どうしようどうしようみたいなで思ってひーちゃんを見たら、ひーちゃんはなんか静かにしてたで、パパがこうちょっとなだめてるのも見えたから、あ、翔英さんも明らかに聞こえる大きな音だから聞こえて、やばいって思ってなだめてくれてんの。多分ひーちゃんも聞こえてるだろうから、翔英さんにこのシッとかされて、犯人がいるけどこうみたいな状態になってるんだって理解したわけよ。ちなみに犯人の息遣いも聞こえたでしょ。そうだろう。みたいな、走り疲れちゃったみたいな。そうそうなのよ、ずっと聞こえるの。ダーッと起きてからこっちでって言ってる声が聞こえるわけよ。でそれはカー君がスヤスヤしてる声も聞こえる、その向こうの部屋で知ってるから、あ、もう今犯人1階の部屋物色してるって思って、まずはとりあえず私はもうなんか寝たふりで、多分翔英さんもきっとまあ何か取られてもいいから危害が加えられないように寝たふりしてるんだろうって思ったから、私も寝たふりを貫いてたの。でもずっとハーハーしてるし、ずっと1階でなんかやってるんだな、何探してんだみたいな、1階変なものあったっけみたいな、仲間たちと連絡取ってんのかなみたいな、もしかして第1弾来て残党がこの後乗り込んでくるみたいなそしたら今1人退治してもいいんじゃねとか、そういう発想にどんどんなくてね、セコム入ってるけどセコムまでボタン遠いし、え、動くのが正解、寝てるふりするのが正解みたいな感じ で今もうこの部屋の中で武器になるものをめちゃくちゃ頭の中で必死に考えてて、そしたら翔英さんがスマホ開いたんですよ。ゆっくりこうやって撮ってるから、こうやってだから、あ、翔英さんやっぱ勇気あるみたいな、私はね、私からしたらもう分かった、今多分翔英さんセコムね、携帯でも繋がってるから多分スマホでセコムに連絡してくれてるんだ、いや、もしくは警察官で、ね、警察の音が大丈夫ですか、救急ですかとか聞こえちゃったらどうしようとか思ってたら、翔英さんが堂々と布団の中でスマホいじればいいのに布団の上でいじってるじゃん、グーみたいな、いや強いのはいいんだけど犯人いるのにどうしてそんな堂々とスマホいじってんのみたいな、光漏れてる光漏れてるみたいな、でなんかひーちゃんが寝てるのがそのスマホの光で見えて、え、寝たんだみたいな、まあまあいいまあいいで、子供たちはとりあえず寝とけとかも、で私はもう必死にその翔英さんにアイコンタクトを取ったの、その真っ暗闇になんか私は起きてるよみたいな、やることあるみたいな、めちゃくちゃ車みんなに
けでレターフィッシュがこうやってみたいな。で、私もね、翔英さんがなんかやってる時にできることあるかもしれないから、スマホ探そうとしたんだけど、その日に限って、ひーちゃんが私のスマホいじって、ひーちゃんの枕元にあったから届かないわけ。だからもう、翔英さんのスマホが命なわけよ。だからもう私必死にね、どうしようかな、みたいな。その翔英さんあっちにいること気づいてないんだな。じゃあ、もしあの人がこっちに歩いてくる音がしたら、翔英さんに来るよっていうのを気づかせるために、なんか思いっきりこうやって寝返り、とか言った方がいいかな、とか、めっちゃ作戦会議してたから。でもずっとね、犯人はあっちでいるのよ。何やってんだろうと思って。で、そしたら、翔也さん5分ぐらいスマホいじってたから、もうこの間多分セコムにも警察にも多分連絡して、多分私たち今待ってる状態だな、みたいな。この後来るんだな、セコムが。みたいな感じになってて。で、翔也さんがスマホ閉じて、また寝たふりをしたわけ。こう、スーって言ってるから、あ、オッケーって思って私も、セコム待つとか思って寝てるふりしたら、犯人がドタドタドタって音じゃないんだけど、いわゆる人が気づかれないようにこう、歩いてる感じの音というか雰囲気がまた階段登って2階に行ったのが分かったわけ。感じたの今だって思って、私自分のスマホを暗闇の中で見つけてたから、急いでそのひーちゃんのところからパッと取って、で充電なくてクソッとか充電して、でも私はもう布団の中で一生懸命光が漏れないように充電して、高速充電頼むみたいな。まず先に翔英さんに LINE 送って、今泥棒入ってる、セコも連絡したってかな、連絡したわけよ。既読つかないわけ。おいみたいな、おいって思ったから、もういい、直接ここでやり取りするしかないって思って、ちょっともう、そろそろ帰ってて、翔也さんに、ちょっと、入ったよね。連絡した。連絡した。翔也さん、もう、ガチでしてるから、パーみたいな、え、セコに連絡して、安心して寝ちゃったのみたいな。そんな今日あったのみたいな、びっくりしちゃって、だからまた翔英さんに「へーみたいな「えっ?」て言ったら、翔英さん聞こえなくてさ、私はもう2階にいる犯人聞こえないようにめちゃくちゃこそこそ話すからさ、翔英さん「ええ?」とか大きな声出すね、何言って何みたいな、真っ暗になる。私が「シッシッ、泥棒いるから」みたいな。えちょ、聞こえない聞こえない普通の声で、そうそう、私でも一瞬それも作戦かと思ったからね、寝ぼけて起きてるアピールしてんのかとか思っちゃって、で私が「泥棒入ったよね」って言ったら、翔英さんが、俺はもう全く聞こえなかったのよ、あさみちゃん聞いた音はね、がっつり起きてたんだけど、ひーちゃんが虫さんがいるとまた泣き叫んでたから、聞こえなかったんだけど、泥棒がいるって言うから「えなんでわかんの泥棒が入った」って聞いたのこれ、泥棒が入った痕跡っていうのなんか、はい、はい、俺は何も聞いてないから、まあ外の監視カメラとかチェックしようかなとか思ってたら、あさみちゃんが今のその音が聞こえたみたいなことを言い出して、そう、私は階段降りる音を普通にタタ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 タって言ってたから、あなた起きてたし、え聞こえなかったのみたいな、まず聞こえてなかったこと、びっくりで、何にもずっと死に、だから私本当にその心臓バクバクで、心臓バクバクの時って自分の唾飲み込むのも音がすっごい響いてるふうに聞こえるし、もう自分の体全体が心臓になったからね、もうすごい脈打ってて、ドックンドックンドックン、そんで翔英さんが助けてくれてると思ってたら、えあなた聞こえてなくてどうすごいいじってただけだろみたいな、えみたいなって、もうなんか翔英さんは何も聞こえてないけどみたいな、みたいになってるから、私はもう命の危機を感じてる、今泥棒が家に入ってる人の状態だからさ、絶対いるからちょっとって、え私だけじゃなかったから絶対いるから部屋見に行こうみたいになって、じゃあ行こうかっつって外出たんだけど、手ぶらだと怖いから本当にいたら、玄関のとこに住友林業さんにもらったら木の靴べらがあるのよ、いいやつ、これ武器にしようと思って、こうそれ持って部屋を回ったんだけど、誰もいなくて、2階も行ったんだよね。そうで、2階も見たけど誰もいなかったんだけど、俺が急に気持ち悪くなっちゃって、立ちくらみというか貧血になった時みたいな、立ってられなくなったの急に、俺しゃがみ込んじゃって、吐き気と鳥肌と手足のしびれがやばくて、やばいやばいと思って、でまあちょっと俺便意も催して、なんか俺貧血とかさになると結構出したくなるんだけど、例どうこうとかじゃなくて普通に貧血になった時ってないない、そう、これなんか出したくなる、でだからトイレにこもって出して、これどぐらいこもってたあれ5分10分かな、5分10分こもったらちょっと良くなったから出てったんだけど、なんていうのかな、さすがにあのタイミングであれ体調悪くなるんで、なんか普通じゃないよ、だからやっぱ靴べら持ってなんか散策したから、なんか向こうも警戒して俺はちょっと攻撃態勢みたいなさ感じじゃん、そうだね、だからなんかやられたのかなっていう感じではあるんだけど、でも俺霊感が全く本当にないから、
なんとなく俺の勝手なイメージでは、霊感ある人とかにはそういう干渉できるけど、うんうん、何にも霊感ない人にそういうことできないのかなと思ってたの、はいはい、体調悪くさせるとかもうできないと思ってたんだけど、うん、なんかすっげー具合悪くて、次の日もずっと寒気が止まんなくて、うん、ぶっちゃけ今もおかんだけずっとすんの。なんか私も最初その翔英さんに言って聞こえてなかったって言われたけど、私はもうめちゃくちゃ自信があったから本当に、しかもその時絶対そのお化けとかいう可能性をみじんも感じてなくて、普通に人だと思ったからされるところまで想像したの。だからまず翔英さんが聞こえてないって言って、結果何もいなかったってなってからめちゃくちゃ安堵というか、うん、まず最初私は安堵というか、うん、うわよかったみたいな。てっきり私は2階はピッキングされてて金品取られそうになって、向こうは狙ってくるか狙ってこないか、なんかもう本当に瀬戸際だと思ったから、マジで最初はうわよかったみたいになって、勘違いだったのかみたいな、最初なんか今日体調悪いなみたいな感じだったんだけど、そこからだんだんまた怖さが増してきて、え、じゃああれ何みたいな。階段から降りる音は一瞬だったけど、息遣いはずっと聞こえてたし、あれみたいな感じになって、そっから私もう夜寝れないというか、そう、ね、もう怖すぎて、ていうかもうそっから毎日ね結構寝不足なんだよ、怖くて。だいたい夜中の2時3時くらいに出るから、それを過ぎる前に寝れないんだよね。ひーちゃんも昨日2時ぐらいからもぞもぞしだしててさ、起きなかったよ。そう、私も今日寝たの、カーテンの外が明るくなってるの感じてから怖くて寝れなくなっちゃって。そうね、でも正直なんかこれオカルトじゃん、結構論理的なタイプなんですよ僕たち。非科学的なことをあんまり信用しないというか、なんか説明がつかないことはあんまり、陰謀論とかも信じない、フリーメイソンとかさ、ここまで体験してしまうと、まあ、何かしらあるんだろうなとは思うんですよ。で多分元凶はひーちゃんなんだ、見える人に寄ってくるらしいから、ひーちゃんがどっかで連れてきちゃったのかなと。あと私人生でこんだけすごい親族に囲まれて全くなかったのに、ひーちゃんで今回なぜか私も開花してしまうというか、霊感強い人のそばにいると自分も引っ張られてなんかちょっと感じやすくなったりするでしょ、うん、っていうね。だからあたみちゃんもともと金縛りに遭うぐらいだったけど、ひーちゃんに引っ張られてちょっと聞こえるぐらいまでになっちゃったんじゃない。そういうことかな。でもさ、俺が一番被害を受けてるからね。俺だって何にも見えも聞こえもしないのにさ、すげえ体調悪いから。いや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 、マジ直接聞いたり見たりするより全然いいから。風邪だと思い。なんていうんだろう、私はもう昨日とかさ、寝るときさ、耳だからさ、もう一瞬たりとも気が利けないわけよ。ふとキュって入っちゃうかもしれないで、その良くない聞こえが、はいはい、いつ聞こえてくるか分かんないから、分かんないから、寝るときって体をリラックスさせないと寝れないと思うんだけど、私昨日10時から4時ぐらいまでもうずっとそのバック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 のままというか、すごい汗もかいてるし、暑くて私冷房をさらに効かせに行ったし、耳栓とかしようかなとか思ったの怖いから、布団かぶりたいけど暑くてじゃん今、布団かぶれないから耳栓とかしようかなとか思ったけど、耳栓してても聞こえたらもうガチだし、だからずっとそのカー君寝かしつける体内音を音量をめちゃくちゃ上げて朝まで流しておいて、変な音が聞こえてもそれでかき消されるようにして、でかつ最近廊下と階段の電気全部つけて寝るみたいな、そういう感じしてて、そんなことがあったからもう次の日にね、いろいろ調べて、うん、とりあえず森塩と、あとこれだ、このこれ七五三ってもらったんだっけ。七五三じゃないよ、誰もさ七五三言ってないからね。お宮参り、あ、家具のお宮参りで、うん、明治神宮でもらったこのおみきをまず家の外4箇所に垂らして、うん、カインズ行って、盛り塩セットみたいなのがあって、お清めの塩みたいなのもカインズに行ってたから、全部カインズで揃えて玄関のところにとりあえず塩を置いたのよっていう経緯ですね。要はなんで塩を置くことになったかって。ちなみに塩を置いてその日の夜虫さん来ました。ひーちゃんが夜11時半ぐらいだったかな、またあ虫さん来たって言い出して、うん、だから塩はあるけど虫さんは来るっぽい。あ、塩を置いとくことによって悪い例は来なくなるのかな、こちらに帰りますよ。多分いい例だけは来るのかな。そこの辺詳しい方いらっしゃったらコメント欄で教えてください。とりあえず塩を置いても虫は来たから、お酒撒いても虫さんは幽霊は来たからさ。ちょっと私覚えてるのが、階段の音聞こえるちょっと前にそのひーちゃんがわーってなってた時、私がちょっと起きたと思うよ。その時にその天井を見たの、すごいその眠いから、まぶためちゃくちゃ開けられないから薄めでこう確認する感じなんだけど、我が家のその天井真っ白に電気が2つと排気口が2つあるんだけど、排気口が
たくさんあるように、なんか黒いまだらある風に見えて、あれこんなに排気口あったっけみたいな。私はその目が悪いからしっかり見えないんだけど、ただなんか黒くて広範囲にこう、まあゼブラ模様みたいな。でもしかしたらひーちゃんが見てるなんか天井にある虫さんって、一つのでかいものじゃなくて細かくたくさん広範囲にあったら虫さんっていう意味と合うのかな。なるほどね。正直そこはもう俺はマジ見えないし聞こえないから分からんけどさ、とりあえずひーちゃんがまた見えるって騒ぐだけで特に何も起きてないんで。でもちょっと前役だし、うちら腹いこうかな。ただなんかどちらかというとひーちゃん曰く、ひーちゃんについてるというよりいつも出たり見えたりする場所、同じ場所なんですよ。寝室だから、うん、2階にはいないんです。そうそう、2階に、2階で見たことはない。そうだからお祓いに行って家のものまで退治してくれるのかっていうか。ああ確かに、寝室に住み着いてんだったらうちらお祓いしても効果あるのか。そうそう、それも気になるし、とりあえず今肩こり、これも言っちゃうとあれだしな、肩こりもすごいんじゃん。でもそれはもう寝れてないからなのか、編集のしすぎじゃん。そう、編集のしすぎなのか、もしくはちょっと別の理由があるのかが分からなくてめちゃくちゃ嫌なのと、あと普通に睡眠不足だよね。そう、多分 2,3 時間しか寝てないもん。そうだから俺のこの体調不良は睡眠不足もあるんじゃないかなっていう。そうだね、複合的だね。そうそうそう、すいません、夏休みにぴったりな怖い話をしちゃったんですけど、ただまあ、なんか自分たちもめちゃくちゃ怖いから、この動画編集して映ってる時も怖いわ、ね、もうやだ、明るいスタバとかで編集しよう本当に無理。まあ様子見ですね、またしばらく様子を見て、まあなんかもう本当死にかけたらやめてやめて、お祓いに行くか。もう行こう、私はこういうの早い方がいいと思ってる派だから。ちょっと一回お祓い行くか。行こうか、家族全員で。どこに行けばいいの？有名なところがいいのか、もう果たしてガチでその見えたりする住職さんみたいな人にやってほしい。住職さんってお寺だよ、神社じゃない？神社か、あの神主さんとかじゃない？神主さんか、そっかそっか。いいことはそれが起きたことで普通の日頃の悩みがマジでちっぽけなことだった。日頃の悩みどうにかできるじゃん、自分が動けば。対策の仕方がわからないからただ怯えてるだけだから。そうだね、すごい嫌で。なのでちょっとそのお詳しい方がいたら教えてほしかったり。確かにコメント欄でちょっと、あと関東近県でそういうのをちゃんと払えますよみたいな情報があったら教えてほしいし。いやでもさ、なんかちょっとさ騙されそうな気もするんだよ。ああ、なんか多分エセ霊媒師さんみたいな人も中にいると思うのよ。全然霊感ないのにさ、50万円あれば払えますよとか言われてたらさ、なんか微妙くない？やだやだ。だからなんかあんま不特定多数の人に情報を提供してもらってさ、それを鵜呑みにできないなっていう気もするから、なんかそこはまあ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 って感じかなっていう。知りたい。でもまあ信憑性の分はこっちで判断するとして、ね、とりあえずコメント欄に書いてもらう。こうした方がいいとか、これは多分こうですよとか、こういうサインですよとか、今すぐ行った方がいいものなのかとか、判断はこっちでするから、はい、とりあえずコメントくれって感じです。そうだ、もう今本当にもうわらにもすがる思いで。そうだよ、居心地のいい家だったのが今ちょっと怖くなってきてさ。いやそうなんだよね、私たち24時間家にいるからさ、それが理由で引っ越しますとか言われたら嫌だ注文住宅で家を建てたけど1年で引っ越すことにしました家がちょっとそれねスピリチュアルな方だからさ嫌なんだけど、地震災もしたんだけどね。そう、とりあえず今そういう感じなんで、はい、何かあればちょっと本当に情報をコメント欄で皆さんください。ください。切実に、切実だね。お待ちしておりますこういう話をこの家でしてるとさ怖くなってくるからさ。わかるわかる。今日はこの辺で終わりにします。終わりにしましょう。はいはい、じゃあまたね、バイバーイ。